今回紹介するのは、内科レジデントの鉄則第3版という本です。臨床現場で最も大事なことは、蓄えた知識を最大限に活かし、緊急性、重要性を判断した上で、いかに適切な行動をとれるかということ。本書は、まさにここに主眼を置いて構成、よく遭遇する教育的な症例をベースに。 絶対知っておきたい知識を整理するとともにどのようにワークアップし動くべきかということが一貫して強調されている今回の改定では基本から少しアドバンスな内容最新の知見も記載参考文献もさらに充実国し終了後の医学生が初期研修を始める前に国しを終え 4月から初期研修予定の学生です国市跡に時間ができたので通読してみました結論から言うと実際の現場での思考のトレーニングになると思います国市では問診内容や検査結果など必要な情報は過不足なく与えられていますが実際の現場では何を疑って何をしなければいけないか 全部自分で考えななななければならなくなると思います。本書は実際にあった症例が提示され何をどのような手順で進めればいいかどのように考えればいいかが流れになってまとめられていますこの本の内容が一通り頭に入っていれば周りの同期にも遅れは取らないのではないかと思います以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。